きのこチャンネル。きのこんにちは。きのこ大好き芸人くらどめたけです。よろしくお願いします。たけ、今日からですね、 YouTube できのこの栽培日記をつけていきたいと思います。栽培するきのこはですね、夜光茸というキノコ栽培したいと思います。この夜光茸栽培キットを販売している岩出金額研究所さんから一足先に夜光茸を譲っていただきました。本当にありがとうございます。皆さん、岩出金額研究所さんがどのような会社かというのは概要欄にホームページを貼らせていただきますので、よかったら覗いてみてください。ではですね、届いた夜光茸こちらです。ではこちらを早速開けていきたいと思います。感じになってしまいましたが、夜光茸ね。あー、馴染みのある箱というのもですね、見てください、後ろにいっぱい並んでます。私3年間ですね、毎年夜光茸栽培キットを買っておりましてですね、最初の1年以外栽培に失敗しております。大変ね、栽培難しいキノコなので、このキノコが果たして成長して光るのか、皆さんも一緒に観察していきましょう。入ってるのはね、こちら夜光茸本体ですね。この箱を開けると、こちら栽培キット、中に土と腐葉土、あと水を入れるスポイトが入ってます。で、あとはですね、こちら夜光茸栽培キットの説明書です。こちらをね、詳しく読んでしっかり育てることが大事です。夜光茸はさらにですね、岩出金額研究所さん、ツイッターで夜光茸の成長度合いを見てアドバイスをくださったりもします。なのでですね、アドバイスをもらいながら、しっかりと綺麗に光る夜光茸を栽培していきたいと思います。ではですね、まず手順1、石鹸で手を洗ってよくすすぎ、綺麗なタオルなどで水分を拭き取りましょうと書いてるので、手を洗ってきます。はい、では手を洗ってきましたので、夜光茸をセットしていきたいと思います。まず蓋を開けてですね、土ですね、この中に夜光茸の菌糸、夜光茸の本体がいます、生きてます。で、その夜光茸の栄養になるための腐葉土、こちらをセッティングしていきたいと思います。まずここに土を入れていきます。
で、これを隙間なく押していきます。隙間があるとそこにカビが生えるとヤコウタケちゃんが負けちゃうので、しっかりと隙間なくセットしていきます。説明書にはだいたい3センチぐらいになるようにと書いております。なかなかいいんではないでしょうか、ね、しっかり平らになってますね。もうちょっとだけ押しておきましょう。みんなで光る姿を見たいですね。隙間なくセットできました。ので次は真ん中に腐葉土をもりっと乗せます。こちらに関しては私個人は毎年水気を取らないんですが、それが凶と出るのか吉と出るのか、反射でだいぶ見えにくいですけれども、このようにもりっと真ん中に持っちゃってください。腐葉土で完成です。あとは蓋をするだけなんですけれども、ヤコウタケちゃんにスポイトでお水をあげてもいいんですけれども、私個人といたしましては霧吹きがおすすめです。こちら霧吹きあらかじめ用意しておきました。こちらでですね、土全体が湿るようにお水をやっていきます。最初はちょっと土が乾いてるのでちょっと多めに、気持ち多めに、こんな感じですね。この水滴の部分がですね、気になる方はティッシュ、キッチンペーパーで拭いてください。ちょっとキッチンペーパーがないのでティッシュで周りの水滴を取りたいと思います。はい、これでヤコウタケちゃんセット終わりました。蓋をしてこのまま
観察していきたいと思います。でですね、こちらを読むとですね、ヤコウタケの発生しやすい温度がですね、23度から27度で、そして25度から26度で安定すると成長が早い。あとですね、容器内が湿ってれば湿度は気にしなくても大丈夫とのことです。で、蓋をして直射日光の当たらないところに置きます。で、室内ですね。で、間接的な光、こういう電気のね、光とかは問題ないみたいです。で、おすすめの場所といたしまして、卓上の上、洗面所、寝室、玄関、会社の事務所、教室などで栽培に挑戦してくださいと書いてます。で、観察は毎日してくださいということですので、毎日観察していきたいと思います。とりあえずね、今日はセッティングをしまして、これからですね、どのようにこのヤコウタケちゃんが成長していくのかをじっくりと見ていきたいと思います。一緒に皆さん光るまで成長を見ていきましょう。ではね、ここに最後にですね、今の室温、ちょっと分かりにくいですけど25度です。で、このお水ですね、朝晩私は 2,3 回吹きかけるんですけれども、なるべく定期的に変えてください。きれいにするようにお願いします。最後にですね、こちらのヤコウタケちゃんが入っていた箱、竹の栽培が終わったら貯金箱になります。すごいですよね。ちなみに上にある箱全部ね、貯金箱になるんですけれども、全くお金が入ってません。皆さん、これからヤコウタケの観察を一緒にしていきましょう。